之助の部屋はい1月2日からずっと現場パチンコパチスローあとはボートですかああもうこの3つをねやりきりましたね今月は本日1月の25日でございますけれども25日中なんと22日間打ったっていうのはねちょっと1月にしては記録だったんじゃないでしょうか でまあ移動が多いんですけど福岡だったりいろいろ行ってですねいよいよちょっとジーパンとか履けなくなってひたすらジャージなんですよね今ねっひたすらジャージ履いてるでしょ俺楽なんですよジャージ以外履けなくなっちゃいましたの之介ですはい時事ネタですねはい今回の時事ネタは LINE などで了解とメッセージを送信する際に「りょ」や「り」 などとととすことは一般的ななな表現となっています、はい、なりましたね。しかし、10代にとってこの表現は古いものになっています。なるほど。今の10代に早いりの了解に該当する言葉は何だと思いますかし。<laughs> あってんじゃないし。し。しょとか。しょあ。承知しました。ヒントは、うん 漢字七文字です。長<っ> <laughs> 漢字七文字なの。<laughs> 全然わかんないよ。やじきたがヒントです。やじきた。東海道中膝栗毛。え、正解は、うん、領海道中膝栗毛です。面白くねー。<laughs> 圧倒的に流行んないよね、それね。<laughs> うん、やっぱりとかさ、りょうとか可か愛い,いじゃん、使ってて。 うん、でやっぱ何でしょうね目上の人に了解しましたっていうのはこれ違うんですよ承知しましたっていうのがねいいらしいよ <laughs> なんかねお前承知しましたっていうよねすごくねそこ意識してんの気分あ気分なんだ <laughs> 了解しましたはあの同格の人に了解っていう言葉らしいんだ 敬語って面白いよねでもそこをうまく使うと結構動画とかで面白い話とかできちゃったりするからね真似してみていいっすか,うか <laughs> はいありがといした之助の部屋。はいで一応インフォメーション先に言っときますけども1月31日までの、えー、之助オンラインサロンパチスロクラブ開放してますんでふる、えー、ってご参加ください興味のある人はね はい、31日で閉めちゃったら、また半年ぐらいは開けるつもり、もうとうございませんので、今のうちに入って、ぜひとも、僕、ペルー、みなひろ、交流してくれたらいいんじゃないかなと思います。 はい、質問、いきまーす。223は、6号機鏡はオンリーワンからです。ハネマンさん、歴代番長シリーズの中で番長3は甘かった。特に5号機最後は店の運用も良かったし、6.5号機稼働問題は、4号機、5号機に比べて、残っているユーザーの知識レベル向上が低稼働に、要は知識があるから低稼働に拍車をかけてる。じいちゃんでも検索して売ってるし。同じ機種が同じゲーム数でやめてあれば、初見でもやめときがわかる。データ公開とか大データ機を禁止にするしかない。 基本的に負ける人のおかげで成り立つ業界なので行くたびに負けるような若者はパチロの魅力を知る前に打たなくなっちゃう。だそうです。まあこれちょっと胸に刺さるようなこと。負ける人のおかげで成り立つ業界なのでって考えてる人は要はなんか勝ってるんでしょうね。逆にね。そもそもパチンコパチロの魅力って何かっつったらあのー、ある程度の資金で長時間遊べるっていうことなんですよ。 でよく引き合いに出されるのがパチンコパチスロに対して、えー、公営ギャンブルと呼ばれる競馬ボートレース競輪オートレースといった公営ギャンブルですよねであれっていうのはあのー、自分が決めたお金の中で本当二2分とかの間でどっちに転ぶか勝つか負けるかに転ぶで一方のパチンコパチスロはやっぱり長時間打ってその勝つんだったら景品を享受するし負けるんだったら要は 遊んだ分の軍資金がなくななっっちゃううていう遊びなんですよねなんであの負ける人のおかげで成り立つ業界っていう考え方はまあ一理はあるんですけれどもあの何ていうのかな例えばさ何でもそうなんですよディズニーランド行くのに今だったら1日行くのにいくらだあれ8000円ぐらい取られるよねパスポートで。 うん、で園内入ったら入ったでまあまあ1.5倍2倍ぐらい取られる、えー、ドリンク代だったり食事代だったりにやってまあ言うて1万円じゃもう遊べないわけディズニーランドじゃ1日うん。で例えば釣りが趣味っていう人もキャッチリリースする釣ったらリリースするっていう要はその時の瞬間の醍醐味を味わいたいっつったらやっぱその釣り具にかかるあの。 おお金金だだだっっったたたたりりり行くためにかかるお金だったり時間だったり要は何でも一緒なんですよね。よくパチンコパスロっていうのはちょっと嫌なものだっていうふうに思ってる人が多いからすごく、あのー、うき目に立たされちゃうわけ。浮き目っていうのは要はなんかすごい叩かれやすい。 業界とというかとこなんですけどじゃあパチンコパスロー何のために打つかっつったら要はその自分の時間を楽しむためっていう考え方から言うとその負ける人のおかげで成り立つ業界なのでっていうのはちょっとね、あのー、乱暴というか、うん、ただそのパスローの魅力を知る前にね要は若者がいなくなっちゃうっていうのはまあ一理あってもっと分かりやすくした方がいいのかなとは思いますよね。 で、今ね、あの、大学生を中心に、あの、まあ、あるところが、学生連盟みたいなのを作ったんですよね。知ってますまあ、調べたらここに出てくる。もう今ここにあると思いますけど、4月からね、本格的にね、その学生を取り組んで、あの、大会をしようみたいな動きも出てますからね。まあ、いい方に転がって、とにかく分かりやすくあるべきだと思います、僕も。はい。武田さん。 君は番長ゼロのことも甘いとか言ってたからなでも決して平打ちしてるわけじゃないだろうし大選びが良かったり期待値あるとこだけ打って甘いとか言ってるならそれは違うと思うわ言われてますぜええー、ゼロは甘いんですよまあでも俺もそう思う,うあお,おそらくこのたけるさんもねこの質問くれた人も知ってるわけで知ってること通りにやればまあそれなりの形にはなるイコール甘いんですよ で、さっきのハネマンさんの質問にもまた戻っちゃうんだけど、知らない人にとっては辛いんですよ。ええ。ね。だからそこのちょっとギャップをどうにかしようねっていう話なんじゃないかな。うん はい。H.U.N. さん。イネーションについて質問。夕方以降に打つ場合は、グラフで履歴を見ると思うのですが、その際、グラフは右肩上がりなのですが、右肩下がりなのですが、履歴が最高はまり300台、スラッシュには平均1、2回の割合で入っています。スラッシュ内容が悪いのか、一撃最高枚数も400枚届かず、以前、新之助の部屋で夕方以降ユネーション打つなら、試行から高確率でスラッシュに入る台を選ぶというとありましたが、こういう台は打つべきでしょうか 打つべきだと思いますねやっぱりあの高設定は試行ボーナス感でスラッシュハマりにくいですからちなみにこの台結局私はこれだけスラッシュに入っても伸びないなら出ないと安易な予想の上打たず他の方が打っていたのですが結果スラッシュ入るが伸びずでさらにマイナスが増え終了してましたで悪くないんじゃないですかでやるやらないっていうのとあと結局例のね僕が唱えてる えー、広角通常定格の問題で定格をしたら、まあ、設定6だろうが出ないんでだからそこの部分をしっかりと捉えて厚くレバーを叩けるかっていう話になってきますでまたね今月ちょいちょいイネーシア打ってるんですけどワンチャンボーナッシュのレア役で、えー、モード移行っていうのがあるとするならモード移行に影響を及ぼしてる可能性があるなっていうのを最近思い始めましただから例えば白7引くじゃない で白7中にひたすらスイカとかジャックチェリー引いたボーナス語と何も引いてない白7のボーナス語ではどういった違いが現れるのかっていうのに最近注目してますはい面白いですね犬いいしたね朝やしはやっぱ美味しいでございますんで最後グルメ細胞さんバルブレーブナンバーワンアラダイ 万枚率、ミミズという出せないモードを搭載してます。わら。バギー、上でもマイナス4000枚、5000枚平気である。AT がむずすぎ問題。鏡、蓋開けたら6だけ別格に作りすぎて方がきつい。マイルドはどこ行ったと言わんばかりにマイナス5000枚ストレートを叩き出すだい。こう見たら極端すぎるだろう。それは6.5号機のカバナリと鬼の方がいいってなるよ。あの、やっぱね、スマソロ一発目っていうところで、あの、出したメーカーが、結局、尖った、 性の尖ったゲーム性っていうのを目指すことで注目を浴びるっていう手法を取ったがゆえのちょっと今までと違うよ6号機は本当に2400枚しか出ないし投資は5号機と一緒だしっていう思いを打ち破りたかったがゆえの一発目のスペックだったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますであとスマスロの特性上ある一定のラインを超えたらもう振り切れる もうそれこそコンプリートを目指して振り切れるような、例えばバルブレーブの超革命だったりね、あとはバキのバキバキアルティメット俺やったことないんだけど、あとリノは知らんけど、あと鏡のエクスタシーモードだよね。っていう要は、ある一定ラインまでは今までの6号機と変わんないんだけど、一定ラインを超えたらもう振り切れちゃうよっていう仕様がスマスロの6号機にはない良さだと思いますんで、ちょっとね、そこをもっとこう広い視野で見てみると、 やっぱスマスローいいなってなると思うんですけどええ、この3日で20万負けましたシーノスカでございますスマスロー、ね、<laughs> にマジでああ設定ないところで打っちゃダメよスマスローは本当とに思ったああほんにね設定ないところイコール稼働ついてない選び放題の店のスマスローは打っちゃダメいい、うん やっちゃったんだよ、俺。そんな、そい調子良かったもんだから。鏡でも負けたからね、姉妹には。あれ、つれえぞ、鏡の低設定とか。あと、バルブレーブの低設定。ほんときつい。はい、いう感じで、1月末までオンラインサラン開放してますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。